織田信長が本人を置いたとされる、村木神社、村木鳥の戦いは、天文23年1月24日、終わり国で起きた戦い。天文18年、今川氏が、三河国安城城を占領すると、ほどなく、水野信近の刈谷城も一時占領されるなど、織田氏は苦境に立たされ、ついに、織田信秀と、今川義元の間で和議が結ばれて、西三河、 千田半島の水野氏は、今川氏の参加に入ることなどが取り決められた。しかし、天文二十年に、信秀が死ぬと、後を継いだ信長は和議を破棄して、戦いを再開。今川義元が、鳴海城の山口京次を参加に加えれば、織田信長が、お牛松平氏を離反させるなど、激しいせめぎ合いが続き、その間に、水野氏も再び、織田方に就くことになった。 今川氏は、水野氏を撃つために、兵を西三河に進めて、茂原にある茂原城の山岡伝五郎を攻め滅ぼし、水野金吾の小川城攻略へ向け、村木に取り出を築いた。これに呼応し、小田方だった寺本城が、今川方に寝返り、信長の居城、名古屋城と小川城の間の道を塞いだ。このため信長は、船で海を渡って、 寺本城を避け、村木砦を背後から攻撃することにした。信長の留守中、敵対している清洲城の織田信友が名古屋城を攻撃することが予想されたため、信長は岐阜の斎藤道造に使者を送り、援軍を求めた。天文23年1月18日、斎藤道造は安藤森成以下千人の兵を派遣。これに、民や鉱山、 安在、熊沢、物取慎吾という五人の家来をつけ、毎日報告をよこすよう命じた。20日、安藤は、尾張に到着し、名古屋城の近く、死が、田畑に夫人。信長はすぐ安藤に礼を述べに行った。翌日に出陣するはずだったが、ここで、林姫沙田、道友の兄弟が不服を言い、帰ってしまった。信長は気にせず、そのまま出陣。 21日、織田軍は、熱田に宿泊した。22日、都会する予定だったが、非常な強風だったため先頭、水夫たちが船を出すことに反対した。これに対し信長は無理に船を出させた。織田軍は20里ほどの道径を約1時間で進み、小川城の近辺に到着。その日は、八重をした。翌日、 信長は小川城へ行って、水野信元に会うと、近辺の様子をよく聞き、そのまま城に止まった。24日、仏業信長は出陣し、達の時から村木砦に攻撃を開始した。信長の本人は、砦の南側にあたる、現在の村木神社付近と伝わっている。砦の構造は、北は要害だが手薄、東は大手門、西は絡め手門、 南は亀方の非常に大きな堀であった。これに対し織田軍は、東から水野正文、西から織田信光、そして南から信長が攻撃をかけた。信長勢は、取り出にあった三つの狭間を、鉄砲隊の者たちにそれぞれ、受け持ちを決めて担当させ、鉄砲を取り替えては打たせ、その間に、手勢に堀を登らせた。六鹿という名の者が、 外角に一番乗りしたという。小田軍が攻め続けたことで村木取り出側は負傷者、死者が増え、ついに降伏した。小田側にも死者が多数出ており、また薄暗くなってきていたので、信長はこれを受け入れ、後の始末は、水野正し分に任せた。信長の故障にも死者が、数多くいて、その惨状に涙したとも伝えられる。猿の下国頃、戦闘は終了した。 翌25日、信長は寺本城へ手勢を派遣して城下に放火し、名古屋城に帰還した。26日、信長は安藤に礼を言い、27日に安藤たちは美濃に帰還した。ありがとうございます。